京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの16回戦です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の高木。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは吉田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制、レフト見送った、先制ホームランです。バファローズこれで3試合連続のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。バファローズ1点を先制しました。1対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。さあバッターは村上。バッターこれはどうか、取った、アウト、ワンアウトです。バッターはブライアント。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。ワンアウトランナーなし。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のライオンズは2位と首位を追いかけています。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターは DH 小栗。昨日のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。デッドボールのランナーが出ています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ナイスセーフ、盗塁成功。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。打ちました、高く上がった、ライトバックバックバックする、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズなおもチャンスです。打ちました、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。プロ初打席で名刺代わりの一発。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。早々に予想外の降板となりましたライオンズベンチ。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは中塚。さあマウンドに上がったのは中塚、今シーズン7試合目の登板です。手が滑ったでしょうか。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。インコース決めてきた。3球目は何で来るか。ファウルになります。危ない球です。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。一塁牽制セーフ、一塁牽制、一塁はセーフ。打ちました、レフトオフ、センターオフ、ぐんぐん打球が伸びている、レフトセンター見送った、ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。バッターはウルクボ。
昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ引き続きここもつなげて打った、大きな打球になった。さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ワンアウトランナー二塁となりました。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。バッターの牧、今シーズン得点圏での打率は5割6分となっています。いや、すごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強みですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。引っ張った、中村一塁送球、2アウトになりました。打順はトップに帰って吉田、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でした。引っ張った、またサードゴロになる、取った、一塁送球します。アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターボックスには2番村上、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。赤星さん、もちろん先頭バッターまずは出塁したいですよね。まあ当然そうですよね。まあ今日はいい形で点を取れてますから、この回も期待したいですよね。そうですね。引っ張った、山川アウト、2アウト。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました、外崎、判定はアウト、3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。さすがクリーンナップという一発でした。打席には6番バッター金村、前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。さてバッターボックスの金村、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから、実に厄介ですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターの鈴木、ここのところ5試合で2桁の打点を挙げる活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。空振りになります。打ちました、抜けていきます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は8番古久保、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか、高めのボール切れました、ファールボールです。ボールになります。4球目は何で来るか、低めの変化球は外れました。さあ仕留められるか、
インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。8対0。バファローズちょっと一方的になっています。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは大石。打順は9番牧。リードはしてますがまだ序盤ですからもっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は打った。レフトに強い打球。レフトバックするバックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。9対0。バファローズなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター吉田。まず何を投げてくるか。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。まんまん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。10対0。バファローズなおもチャンスです。バッターは2番村上。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球は何から入ってくるか。高めのボール、ショートボールをこぼした。ボールを拾ってワンアウトランナー二塁一塁。打順は3番ブライアント。今日は盗塁を一つ成功させています。エラーでランナーは二塁一塁となっています。打った。ライトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。11対0。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターは DH 小栗。打った高く上がった。ライトセンターバックバックバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。13対0。バファローズなおもチャンス。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の奥羽。さあマウンドを任されたのは奥羽。今シーズン7試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。引っ張った。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。打順は6番金村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。打ちました。レフトに大きな打球。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。14対0。バファローズ大量リードとなっています。バッターボックス鈴木。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を。初球打ち、これはどうだ。源田一塁へ送ります。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。打った。これは入るでしょうね。文句な入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ。バッターボックスは9番牧。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。これはショート源田抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは吉田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入り、これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。フェンス直撃。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。打席には2番バッター村上。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターボックスには代打の粟口。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。甘い球だったんですけどね、打ち損じですよね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。打席には3番バッターブライアント。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー3塁です。これが2球目。打った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、ここも思い切っていってほしいですね、そうですね。バファローズホームラン、しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一発で1点を追加します。リードをさらに広げていきます。5番バッタードレイパー。バファローズホームランで得点を挙げています。まず打ちをついてきました。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。切りました、ファウルボールです。一、二塁間、この先取ってツーアウトになりました。バッターボックスには6番金村。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね、さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか。2球目打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加。バッターは7番鈴木。ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。三塁線ファウルになります。打ちました、浅いフライ、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。打ち上げた、これは浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスには9番牧。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウト、これも初球打ち、この先掴んで3アウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。バファローズ打順はトップに帰って吉田。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ボールになります、ボール先行です。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。さあマウンドに上がったのは野田、今シーズン5試合目の登板です。さあまず1球目、打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球はフライになっています。
初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。これはこのフライは切れそうだ。これは一塁側のスタンドに入ります。ノーボールワンストライクです。ファウルになります。この打球はファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりで2アウトです。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょ。打ちました。これで3打席連続のヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスは5番ドレイパー。今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打席には7番バッター鈴木。今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制セーフ。初球ボール引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。はい、バッターボックスには代打の九里。ここでさらに点差を広げておきたいですよね。まずは見送ります。ワンボール。ファウルになります。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど。引っ張った。伸びていく。どうだ。どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ。ライトオーバーのタイムリー。9番バッター牧。コースですが外れています。アウトコース、これは見送ってボールです。これが3球目。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。源田抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター吉田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待し、打った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。川口打席に入っています。バッターボックスには代打の多田。
かに左に切れました。ファールボール、ワンストライクです。打ちました。これはファウルになりそうです。ここもファールです。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極め。ここはランナー返せません。2アウトになりました。バッターボックスには3番ブライアント、今日は盗塁を決めています。バファローズこの回7人目のバッター、豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。秋山が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。バッターボックスには4番小栗、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール、コーナーをつきます。一、二塁間、この先掴んでワンアウト。バッターボックスドレイパー、今日は2本のホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。これが1球目、打ちました。これは大きい、伸びていく、どうか、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。6番バッター金村、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。初球変化球にタイミングが合いませんでした。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。打順は7番鈴木、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。一塁はセーフ、初球大きく外れています。打ちました、切れました。ファールボール、インコース落としました。もう一球牽制球、セーフ、インサイド落ちました。強い打球、切れました。ファールボールです。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは平井、さあマウンドを任されたのは平井、昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。打ちました、左中間へ打球伸びる、ここはフライになっています。でセカンドランナースタートを切る、三塁セーフ、バッターボックスは9番牧、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナー三塁です。はい、バッターボックスには代打のデイビス、まあ、ここでさらに点差を広げておきたいですよね。これが初球、打ちました、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイム、はい、打順はトップに帰って吉田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね、はい、この打席も期待しましょう。バファローズこの回7人目のバッター、打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。
今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの17回戦です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の松本。さあ、バファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。吉田打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあ、ライオンズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。バッター見送りました。ボール先行です。打ちました。ショートが前に来る。ショート取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは注目のルーキー新井。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。打った。ライトに大きな打球。ライトオーバーのヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで30試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち伸びていく。どうだ。入れば先制。入りました。ホームラン。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、これで3試合連続のホームラン。バファローズ先制しました。2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。バッターボックスには指名打者の小栗。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね、はい。さあ、この調子を維持していけるか。バファローズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな打った。右中間に強い打球。これはどうか。右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席にはドレイパー入ります。さあ、追加点の欲しい場面。まあ、早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですよね。キャッチャーが落下点に入ります。さあ、そしてバッターボックスには鈴木入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから。引っ張った。サード取った。一塁送球。これで20試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスの羽田、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで6厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよ。一塁はセーフ。ノーボールワンストライクです。痛烈な打球。これは行きますね。スタンド一直線。入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。真
真ん中に入ってきたストレート、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは山下、2試合当たりが出ていません。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。打ちました。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁到達。これで3連打。ツーアウトランナー2塁。バッターボックス牧、まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。バファローズの攻撃は2回裏に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。吉田バッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。赤星さん、もちろん先頭バッターまずは出塁した。引っ張った。大きな打球になった。レフトをバックする。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。その差を6点と突き放しました。2番バッター新井、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。高め、際どいコース決まっています。3球目打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。3番バッターブライアント、まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。さあ3球目は何か。外れていきます。引っ張った。山川一塁送球、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー3塁です。カットボール、ここは見ます。打ちました。いい打球だ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。ライト見送った。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。追加点が入りました。オリックスバファローズ8対0。頼れる4番の一振りでした。バッターは5番ドレイパー。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打った。源田抑えてツーアウトになりました。バッターボックスは6番鈴木。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当にそうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには7番羽田。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。バファローズこの回7人目のバッターに打ちました。源田二塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ここは二塁をアウトにしています。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を。
これから3回の裏バファローズ。西さん、ここまでの試合展開どのようにご覧になってますか。まあ一方的ですけども、まあ、こういう試合こそ集中力を切らさないで怪我に気をつけて、やってほしい。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは9番牧、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、セカンド取った、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター吉田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでした。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。3回終わって8対3、オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。2番バッター新井、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。いきなり牽制セーフ、ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、外崎送球する、アウト、ワンアウト、これは進塁打になりました。4番バッター小栗、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、9対3、バファローズリードを6点に広げています。打席には5番バッタードレイパー。さあ初球は何か、打ちました、いい当たりだ、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん、そのままスタンドに入りました、ツーランホームラン、これがチーム5本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ11対3、クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックス鈴木、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね、この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか、バファローズホームランで得点を挙げています。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。初球空振りです、走ってきた、打った、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、12対3、バファローズなおもチャンスです。8番バッター山下、バファローズこの回7人目のバッターになります。初球空振りです、バッターの山下、今シーズン得点圏での打率は5割4分、引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、栗山が掴んでツーアウト。打席には9番バッター牧、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。次が2球目、ファウルになります。打ちました、弾き返した打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。4回終了、赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど、今日は本当に理想的ですよね。そうですね、いい形で点を取れています。一二塁間取りました、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは2番新井、今日はここまで猛打賞を記録しています。ランナー飛び、ランナー挟まれた、二塁を送ります、二塁へ、二塁タッチはアウト。初球は何で来るか、初球空振りです、
打った、取りました。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは3番ブライアント、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート、ファーストランナー空振り三振、滑り込んでアウト、盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。ランナー出ましたが、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。さあ次は甘い球が来たらフルスイングですよね。なるほど、そうですか。打ち上げました。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。打順は5番ドレイパー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。バッターは6番鈴木、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきた、ヒットエンドラン、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。13-4、バファローズなおもチャンスです。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは平井、7番バッター多田。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、これはどうだ、ピッチャー取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりです。打った、左中間に強い打球、さあどうだ、センター左へのヒット、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。そしてこれがバファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。この牧、ここ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。高め打ちました、キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。6回終わって14-4、いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。これはセカンド外崎、抑えてワンアウト。バッターボックス新井、今日はここまで4安打を記録しています。いやー今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。打ちました、積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト。まず何を投げてくるか、空振り、いい当たり、伸びていく、この打球は落ちそうだ、右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。この球は外れました、外高め決まってストライク、
バッターボックスの小栗、今シーズンの得点圏打率は、打ちました、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、15対4、バファローズなおもチャンスです。バッターボックスには5番、ドレイパー。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ初球ティー、打球はライトへ、この打球はフライになっています。金子が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、打席には6番バッター鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、バッターボックスには代打の粟口。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。初球は何から入ってくるか、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー二塁です。初球は大きな変化球、ボールになります。打ちました、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。タッチアップ、さあバッターは山下、ここで打点を挙げれば今シーズン100打点目になります。まあ日産、今シーズンは本当にチームに貢献した。バッターボックスには代打のデイビス。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まずはボールから入りました。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。高めのボール打ちました、下がっていく、下がっていく、レフトポール際、判定はファウル。チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。打順は9番、牧、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー三塁です。バッターボックスには代打の九里、ツーアウトランナー三塁です。さあまず1球目、豪快なスイング打ちました、ライトへ打球伸びる、ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。バファローオリックス、バファローズ打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。